逃がしかうらんかよさあ、ちょっと待って、ね、延長してそのまま、あ、それ延長30秒入りました、あ、延長30秒入りました、体長すぎる、体長すぎる、痛がれ、痛かったら終わるから、痛がれ、痛かったら終わるのよ、判定や、判定や、判定ですね。じゃあ僕が判定していいですか。判定結果発表します。ドロー延長なんでテンション上がってんねん、なんじゃ、いこう、勝手そのパンチちゃんと当てて、しっかりで、お腹もなくていいからね、お腹も顔もあるから、お前お前よし、寝技や寝技、絡まっていこう、絡まっていこう、どんどんいけいけよし、いけいけよし、そうそうよし、残り10秒コン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 釘を刺す、はい、試合終了、試合終了です。じゃあとりあえず皆さん並んでください。勝者発表しますんで、じゃあ勝者発表したいと思います。これちょっと決めれないんで、ちょっと YouTube のコメントの方にちょっと寄せてもらおうと思います、はい、どっちが勝ってたか、パフォーマンスと含めて、でこれ、じゃあもし、まあ、デモジが負けてたら、もうまたリベンジいいですか、はい、はい、あ、リベンジしてくれそうですよ、ちょっと仕上げていきます、コメント欄もなおちゃんの勝ちですよ、ね、じゃあ一応書いてください、お願いします、はい、押す、押す、こんだけ無邪気ななおちゃんが、もうめちゃくちゃ可愛いでしょ、なおちゃん、インスタグラム概要欄に貼ってるんですけど、インスタグラム飛んでいってみてください、もっと刺激的な写真がいっぱいありますので、よろしく、みんなフォローしてくれた方がいいですよね、はい、はい、お願いします、はい、じゃあよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、どうも、デモジです、なおたもです、はい、今回なんですけど、なおたもさんがベストボディジャパンに出場出てるぐらいも見た、ご存知の通り、ちょっとポージングしてみてください、ご存知の通り綺麗じゃないですか、もう姿勢がやばいですよね、はい、なんで僕も、いずれボディジャパンに出たいと思ってるんで、はい、今はブヨブヨですけど、はい、ちょっとポージング等を教えていただく、ポージングコラボで、はい、はい、でこれはちょっと水着とかじゃなくてスポーツのこういう格好なんで、ブラジャーではないでしょ、はい、下もブラジャーではないです、はい、下着ではないです、はい、はいはい、これがそういう練習用のスタイルでしょうね、はい、そうだね、なんでちょっとポージングを教えてもらおうと思います、お願いします、はい、なんかちょっと筋肉が綺麗に見えるとか、そういうスタイル、もうね、公式のポーズはね、そうですよ、そうサイドポーズ、お横向いて、おお、よく見ますね、そういうのね、顔も大事ですか、基本的にバックポーズ、後ろ向いて、なんかタグめっちゃ出てますけどね、おお、かっこいい、じゃあもう一回顔はずっと笑顔し、はい、いきますよ、はい、それでは参ります、はい、フロントポーズ出せます、はい、それでは参ります、フロントポーズ、サイドポーズ、バックポーズ、サイドポーズかっこいい、かっこいい、フロントポーズ、他はなんか大丈夫、なんか歩いてこうなんかこう動きあるじゃないですか、あのサイドチェストとかないでしょ、あそれはフリーポーズやからあなんか私は、はい、おお、よう見るよう見る、はい、よう脇しっかり映しとけよ、脇フェチの人が多いから、まあ、こんな感じでちょっと脇に集中してたんで、もう一回だけやってもらっていいですか、あちょっと今の動きにちょっと鈴木マンの当てレコつけてもらっていいですか、あ、わかりました、はい、あさ、子供3人のためにカレーを作るために買い物に行きましょうかしらね、今日の脇のチェックはどうかしら、ちょっと黒いブツブツがあるかしら、
気になるわ。みんなに見られてればね。そうそう、人参から変えていこうかしらね。さあ、この人参にしましょう。はい、フロント。はい、ゴーキン。いいよ。切れてる、切れてる、切れてる、切れてる。はい、テンポ。あ、かっこいい。いい背中。いいよ。いい。始まりをしようか。あの、やらない。あ、ガチガチ、もういいから。いや、いいやんか。帰れ。こういうやつ、コラボできんって言ってるよ。小島しようぐらいええやんけ。無理無理。どこんの？コラボできんって言ってるよ。なあ。さっき忘れてた、ちょっと小島しよう NG な。お前が誘ってんねやっぱ言えやん。空気悪なるやん。さっきちょっと全然説明できてなかったから、ちょっと俺が悪い。申し訳ないでしょ。お前舐めてるやん。30代のおばはんがよ。おばはん言うな。お前30代のおばはん捕まえて、おばはん言うなよ。もう言うなよ、絶対。わかった。なんじゃ、指切り我慢しようぜ、言ったら。指切り我慢して。え、小島やしようって絶対に言わないよっていう。指切り我慢させていたら、恥ずかしがためするよ。ゆりきった。よっしゃ。よっしゃ。よし。じゃあやろうか。はい。もう次言ったらもう俺帰るし。それだけ NG なんで。気をつけます。はい。じゃあやりましょうか。はい。仕切り直しで。はい。それではウォーキング。はい。いいよ。目力から目から。はい。おっ。いい。背中の筋肉。いい。お。いや、お前言えよ。一番よしよ。すいません、恥ずかしがためまで行こう。やっぱりお前わじまやったって言うな、言ってるやろ。ガチでやりたいと思ってるけど、どこ映してんねんお前、俺の写してんの。いや、絶対みんなこっちの方が見たいからと思ってるんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと僕も筋トレしたいなと思って。筋トレしよう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありのため誰のために来るの、周りが押し付ける常識は自分自身に問いかけろ、正解はお前だ。自由